ついにね、マイ厨房キッチンセットを手に入れるべく、ここですね、テンポス難波店さん、ちょっとお邪魔します。すごいいっぱいいろいろある。冷蔵庫、あ、炊飯ジャーね、あー、ストッカー、冷凍ストッカーとかね。あ、でも思ったよりはしないかな。大きいは大きいと4万8000円ぐらいか。こんにちは。はじめまして。セルライトスパの大塚と言います。よろしくお願いいたします。今キッチンカーを、はい、やってるんですけど、はい、ちょっと自分でも自分のものを揃えようかなと思ってまして、はいはい、ずっと借りてやってまして、はい、やっぱ借りるのもちょっとお金かかるんで、はい、自分でだから賃貸からマイホームに、マイホームに、はい、わかりました。していこうかなと思って、はい、ちょっといろいろ教えてもらっていいですか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。これだから業務用の、はい、キッチン用具というか、はい、が揃ってるってことですよね。そうですね、もう飲食店でお使いになられる使えるやつがものが全部あります。キッチンカーで使えるようなのもありますか。当然ご用意ありますか。はい、あ、中古もあるんですね。中古も当然、うんうん、まあ、全国沖縄から北海道までお店ありますので、あ、まあ、そちらの方で、いろいろご用意させてもらうことは可能ですね。中古に関しましては、はい、新品はまあどこでも同じように。はいはい、はい、電子レンジ12万電子レンジ、はい、結構しますね。コンビニとかであるような、はい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 、タイプになってます。これは家庭用と何がちゃんと強いんですか。これ強いですね。まあ、電気の方もちょっと普通の家庭用コンセントでは使えないタイプなんで。ああ、そうなんですね、はい、寿命も長いんですか家庭用。まあ、業務用ですんで。そうですよ、ね、はい、あ、これクレープ用のクレープ焼き器、うん、中古105,000円。うんうんうん、まあ、あとはそうですね、フライヤーという揚げ物とかを。あ、フライヤーね、はいはい、はい、そうですね、はい、ポテト揚げたり。そうですね、はい、例えばカツを揚げたりとか。はいはいはい、まあ、餃子焼き器はいはい、25万。うん、はあ、欲しいな欲しいですか。欲しいですね、マイ餃子焼き器家でうまく焼けるんやろな。そうですね、カレー今やってまして、はい、ジャーを見せてもらってもいいですか。はい、わかりました。ジャーと、そっか、ジャーと保温ジャーは別なんですね。そうですね、保温ジャーに関しましては、まあ、炊き上がったご飯を保温しておくものですので、はいはいはい、まあ、基本的にこちらの商品とか。こっちが保温するジャー。そうですね、もう炊き上がったものを保温する商品になってます、ね、あ、保温ジャーはそんなしないですね、はい、そうですね、はい、1万ぐらいか、ずっと保つものになってます。うん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 、はい、木目ステンレス、あ、これ見た目の問題の話ですか。そうですね、あとはそのご飯をどれだけ保温されるか、山椒にするのかとかですね、はいはいはい、あれ、今行く今何本どれぐらい使ってるんだろう。まあでも山椒あれば、山椒あればまあ、はい、キッチンカーですからね。キッチンカーであればだいたい山椒ぐらいで、あまり大きすぎてもまあ邪魔になるので。なるほど、はい、あ、ちょっとコンパクトが確かにいいですね。そうですね、はい、木目かステンレスか、お好みで。うーん、はい、1個木目にしたら他のも木目に揃えたくなっちゃいますよね。そうですね、まあそんなにないんですけど、まあ基本的に本じゃうぐらいなんですよ。なるほどね、はい、あるのが。いや、ステンレスしようかな。こっちじゃ候補で。はい、わ、はい、かりました。ステンレスの三章。三章で、はい、本じゃ。これ三章が一番小さいサイズですか。三章が一番小さいですね。あとまあ、あ、ごめんなさい、二章もあります。二章もある。はい、ちょっと奥埋まっちゃいますけど、2章になると思うので。2章、あ、これちょっと、あれ、そうです、ちょっとメーカー品でして。なるほどね、まあ、メーカーによっては似ていただいてたのが、まあ、テンポスオリジナルの商品で。なるほど、非常にお安くなってます。あー、はい、プライベートブランド。そうです、あ、はい、こんなところにもあるんですね。あります。なるほどね実はプライベートブランドで。ありがとうございます。そんなあれですよね、質は全然変わらないですもう。メーカー品と負けてないので、はい、しじゃあこっちの3種を、はい、一旦キープで、はい、ステンレスで。ほんで、炊く方のジャーですよね。炊く方、これは保温ジャーですもんね。はい、炊く方に関しましては、うん、まあ、基本的には、まあ、電気かガスかで買ってきます。ああ、どっちがいいんやろう。今まで電気ですね。今まで電気ですよね、はい、うん、でも電気トラブル結構あったんだよな。そうなんですか
どっちがいいやな、分からんな、こればっかりは。任せたらこちらですね。一応2章、3章、5章と任させてもらってます。2章で34,930円、はい、ガスやと、まあ、付随してプロパンを必ず発信しないといけない。そっか、はいはいはい、キッチンカーはどうしてもそうですよね、はい、温める用のガスのボンベとこれ用のボンベが必要ですね、はい。ちなみに電気のジャーだと2章でおいくらぐらいなんですか、ね、2章で一応電気のジャーでいきますと、あの電気と保温がついてる機能のものになりますので39,000円。はい、保温もついてるんですか。保温もついてます。そうですね、キッチンカーであれば特に場所の問題が一番ありますので。まあ、この小さい炊飯器を2台購入される方もいますし、まあ、こういった感じで移し替えられる方もおられます、ね、はいはいはい、はい、2升で何人分になるんだ、あれ半1合半合ぐらい、1人前1合もないですもんね、半分ぐらいか。10合で1升ですよね。10合で1升です。10合で1升やから20人分で1升、40人分で2升か。全部計算してからこれそうですね、まああのそのご飯の量とかですね、はいはいはい、ルーの量とかによって変わってくるんで。じゃ今まで正直ちょっとカレー大行列っていう時間はなかったんですよ、はいはいはい、だからそこまで、いやでもそこ目指さんとな。そうですね、行列でもご飯が足りないというぐらいまで、ね、ならないようにどっちが早いとかあるんですか。まあ、早いのは、まあ、炊き上がりがいいっていうのは、まあ、ガスですね。あ、はい、美味しく炊けるっていう。あ、美味しく炊けるのはガス、はい、いやじゃあガスで、はい、一旦ほんまにごめんなさい、ガスにします。ガスで、はい、ガスの3升、保温の3升、はい、ちょっとまた変わるかもしれないですね。いやむずいな、まあ、その辺がね微妙なところで。そうですね、あとスープじゃあですね、そうですね、はい、カレーのルーを、はい、まあ、保温しとくものを、ね、したいんで、まあ、カレーがスープじゃんか、はい、解凍した、まあ、よくあのホテルとかに、はいはい、前こんなの使ってましたよね。僕そのカレー今合いがけにしてて、はい、2種類温めておきたいんです、はいはい、これだと1種類ですもんね。1種類ですね。これだと3種類いける。3種類いけますし、まあ、ここのホテルパンっていうのがあるんですけど、うんうんうん、これをまあ2つ入れて2種類にするか。あー、はいはいはい、はい、あ、そこは自由に変えれるんですね、はい、まあ、基本的には中どうなってるの、火がお湯を入れてですね。あ、お湯を入れて、それじゃ水入れて、あの、温かくなるっていう。なるほどなるほど、はい、湯煎状態になるんですね。そうですね、はい。その下からは炎が出てるんですか。いや、あの電気で、あ、電気で、はい、そうです、はい、じゃあこっちよりこっちがいいですね。そうで、まあ、そのカレーの量というところを、まあ、すくった時に、まあ、蓋すればいいんですけど、カレーが映らないようにちゃんと。ああ、はいはいはい、はい、じゃあこれでまあどうしましょう、この3つのタイプでいかれますか。今後どうなるかな、まあ、あのまだ別でちょっと2つタイプもあります。2つのやつをちょっとお調べして。ああ、はい、じゃあこれの 2,、まあ、2つのやつ、2つパターンがもしあったら、はい、ちょっとはい、あのお調べします。はい、36,000円ぐらい、はい、大体そうですね。はい、ほんで普通なのコンロ。コンロは2階以内ですね。コンロ2階、はい、1階で選べるのは寸胴。寸胴も2階になりますね。はい、わかりました。じゃあちょっと上行っていいですか。はい、大丈夫です、はいはい、ガスの、じゃあちょっと大きめの、はい、火力も強い方にします。はい、わ、はい、かりました。でかすぎてもらえか。あ、オン。あれ見た？チャンネル登録お願いします。